はい、えー、こんにちは、花太郎です。今日はですね、あの春ドラマですね。で、あのー、ドラマってね、どのくらいあるのかっていうと、基本的にはですね、大体30本、30本強ぐらいね、作られてるんですよね。もちろんあの30本ドラマとかもあるんですけど、そちらどんなドラマがあるのかっていうね、まあ一応全部大体見てますんで、今期始まったやつはですね、そちらをガンガン紹介していこうと思ってますと。はい、じゃあそんな感じですね。じゃあいきますね。まあ、とりあえずね、この、 あのー、動画の目的はこんなにいっぱい作ってんだ上っていうそれを感じてもらうという <laughs> そんな感じですね。うん だから簡単にドラマを全部見るっつったってもう異常者ですよねはいそんな感じですで一番最初ですねこれもうそのままずーっとね TVer の TVer ですね自分もほぼ TVer 頼みでやってるんですけどまあこちらはちょっと面白いから置いといてその次のやつから行きますねはいこれめっちゃ楽しいんだよな若月さんがあれででえっ、ー、とまず地元に帰れない訳あり男子がどうしたかこうやって14の事情ですねはいでこちらに関してはあの最初ねオモニバス形式っていうのをよくわからないであれこんな話だっけなと思い ながらちょこちょょここ見ててるって感じですねただまああの制作はあの ABC テレビなんであの3話に関しても最初はちょっとねあの関西特有のちょっといなたい感じですよねいなたい感じになってでまあこれその場その場によって2つあるのかななんか1つで収まってた時もあるんですけどねそういう感じでその若い役者さんと が出てきてっていう話ですよね。まあ基本的にはもうこのまま書いてる通りですね。地元に帰れないと。うん、そんな感じ。ですからまあこういうドラマを見るときの楽しみといえば、やっぱ若い役者さんであったりとか、普段そのなんだゴールデンとかね、その辺で見ない役者さんとか、あとは関西を中心にね、活躍されてる役者さんとか出てくるんで、それを見るのが楽しみと。はい、そんな感じです。ですからね、ぜひ掘り出し物のね、あの役者さんとか見つけてもらっても面白いと思いますって感じですね。で、次がですね、えっ、ー、と日テレですね。はい、えっ、ー、とねめし ですね。日曜の10時半からですかね。はい。でこちらに関してはまあ自分も。 まあ、あんまりピンとこないつーか、なんか緩いんだよなって感じはしてるんですけど、これに関してはちょっともう一回ちゃんと動画を出すかもしれないです。なんでこ,こんなに乗れないのかなっていう感じね。はい、やっていこうと思ってます。広瀬すーさん主演ですね。で、えっ、ー、と、あと誰だっけ桜井翔さんと江口洋介さんと。はい、そんな感じになります。じゃあ次がですね、ドラゴン桜ですね。ドラゴン桜は、えっ、ー、と、一応皆さんの感想を読んでたのと大体同じですね。<laughs> なんか乗れそうで乗れなさそうなって感じですね。で 個人的にはですね、この1話2話ですね、あの、ヒュエーチャーされた、この平手さんって方ですかね、あの、アイドルの方だと思うんですけど、この人の顔は俺は好きです。はい、そんな感じですね。あと、細っこい、あの、たた、たたずまいとかね、その辺は好きですし、あとはどう、こう、まとめで上げていくかっつうかね、うーん、まあ、この辺はま気になりますよね。どうするつもりだっていう意味の面白さがあると。はい、そんな感じですね。で、次がですね、黒心理ですね。これなんだっけな。 これねハラスメントの人がいたんですけどハラスメントの上司役の方ですねあの吉本新喜劇かんかに出てらした方だと思うんですけどこの人がちょっと面白いんでまあ自分はね1話完結だと思ってたんですよね黒心理っていうこの。 女の人が何か解決していく、なんか一応完結の物語と思ったら、んか意外と続いていくっぽくはあるんで、その辺の物語の構成とかですよね。うん。あと気になる役者さんが出たらちょっと見たいですからね。うん。あの上司役の方ね、自分もあんまり知らなかったんですけど、ちょっと気になってますって感じですね。後でちょっと調べたらちょっと名前変えてきますね。で、次がですね、高根の花さんですね。で、こちらに関してはね、楽しい。<laughs> BS ビエステレ東で作られてるんですけど、 あのこの泉里香さんですね泉理香さんはこの前のクールだとんだっけあのー「激辛ラかなテ、うん、レ東のマイナーなドラマの方にも出てらしたんですけどこの何かその美人美人まあいわゆる美人さんなんですけど美人さんがやるコメディとしても楽しいですしまああとナレーションとかでねあのちょっと振り切った感じのお芝居をされてるとであとはね話との構成もちょっと 話の構成ってうかこういうまあいわゆる美人綺麗系の人でちょっとツンとした人がなぜか弱きくんって弱々しい人が,が、あのー、好きというそういう設定とあとはその対抗馬として猪塚さんですねあのポルノグラファーとかに出てた猪塚さんとかも出てるんですけどその辺の猪塚さんとかも 時々、お、いい、でっていうね。やっぱうまいなっていう感じのお芝居もされてますし、これはね、一番なんか楽しめてる感じかな。うん、そんな感じです。で、こ次がですね、えーと、東海テレビですね。最高のおばさん、中島春子ですね。はい、これ、もしかして途中でちょっと切るかもしれないですね。最高のおばさん、中島春子。これ、だって今、1、2、3、4、まだ 5, 5個目ですからね。<laughs> <laughs> 一生懸命喋ってますよだから最高のおばさん中島春子ですねこれに関してはやっぱ大地真央さんっていうあの、ね、舞台、まあ、宝塚での詩の有名な役者さんなんですけど、まあ、大地真央さんのお芝居を楽しむっていうのと最初に関してはちょっと松本まりかさんがちょっと弱くなっちゃってんじゃないかなと思ったけどもう。 だろうな大地真央さん主役であのー、松本真理子さんまりかさんがなんかコマネズミ的な感じでねちょろちょろしてっていう感じになって良かったんじゃないのかなと、うん、そんな感じですかねあとはまあちょっとあれ西尾さんかな,なんかこうあのー、脚本家さん関わるっていうんですけどちょっと枠が枠っていうかその尺が長いかなっていうところはありますだからこの尺をどう処理していくかっていうのがそのまあシナリオ なんか勉強してる身としてはちょっと楽しみにしてるっていう感じかな、うん、意外と長いんですよね40分とか50分とかいうねこういうコンセプチュアルなものにしてはって感じですね最後はこの中島春子さんが解決してっていう感じにはなるんですけどっていう、うん、そんな感じですねその辺の手腕を見ていこうと思ってますとはいじゃあいっか ちょっとここで一旦切ったって感じにしときますね。じゃあそんな感じで次回を楽しみにしてください。6分ですね。